童貞なんて捨てられるけど風俗ってのもあるし、でもまあ結局素人童貞じゃん。うわ、ニコニコアカウントの、ニコニコアカウントユーザー様へご連絡。いつもニコニコをご利用いただき誠にありがとうございます。なんかメール来たよ、ニコニコから。来たな、メールが。今。ちょ、待って、見てみる。まあ、A 版ってやつじゃないの。来た。ニコニコユーザー、ニコニコアカウントユーザー様へご連絡。ね、いつもご利用いただきありがとうございます。この度、当サービスのご利用のあたって、弊社が定める利用規約に違反する行為がございましたので、下記の措置を取らせていただきます。利用規約はこちらです。措置内容、措置。1、対象コンテンツの削除並びに生放送配信、機能の停止。ライブ公開での予約の場合には予約生放送と合わせて動画も削除します。措置理由なし。利用規約違反。措置理由が何も書いてないけど、利用規約違反。利用規約違反。それしかない。措置期間、無期限。じゃあせ、アトレイ。規約違反、利用規約、何の規約を違反したんだ、これは。おしまいです。予算はできるんだよ。いや、ちょっとお腹がちょっと。今頃、ちょっとお腹いっぱいになってきたな、なおさら。うん、A 版じゃないよ。無期限版です、うん。もう A 版はとっくに食らってんね。またアカウント作ればやれるだろう。多分ね、端末でダメじゃなければ OK だろう、うん。アカウント作って、そのアカウントでやるってことができるだけならばいいけど、その端末で、はもう、アカウント作ろうが何しようがダメっていう、ね、ふわっつばと一緒のように、ダメならばダメだと思う。俺今日、ギャラクシーでやったから、配信。だからもしかしたらできないかもしれないけど。ファーウェイだったらね、わかんないけど。あ、ニコニコはアカウントだけだから、お出しちゃまっても大丈夫。じゃあ大丈夫だね。じゃあ大丈夫だ。アカウント作ればいいだけだから。いくらの Gmail で作れるから、ね。まぁ、今度ちょっとアウトカメラで顔映さないで、声だけでやってみるよ。まぁ、ゆいがっていう名前でやらない。そしたら。落ちぶれサイトだから、別にニコニコで継続的にやるために、ニコニコでテスト的にやったもんじゃないんだよ。緑のところに行く際に、だから、そのね、ツイキャスでやる、外配信やらない。TikTok じゃ意味がない。だから、ま、ニコ生でっていうだけだ。そのためだけ。よいしょ。それ、ニコ生って俺にとっては暗黒しかないよ。正直。永久NG 導入されるらしい。まあ、どうなるだろうね。なんか、いつまでも暗黒放送みたいな、暗黒放送のコメント欄、もうあれが当たり前になっている。だから、その、まあね、ああいう放送がなくればいい、緑の放送がなくなればいいじゃなくて、それが他の放送にもあるから問題なんだと思うんだよね、俺は。やっぱりひどいコメントだったりとか、キスココメントが当たり前に書かれてしまう。もうちょっとね、ニコニコユーザーがニコニコでコメント書く人間たちが変わってくれれば、ね、そんな気がね、変える必要もないんだろうけど、もうちょっと柔らかくすればいいのにな。まあ、できないだろう。当たり前にそれはなってるから。
まあ、やめた配信者もいるし、他の配信行った人もいるしね。ニコ生レスだって金のない、そんなこともないでしょ。結構飛んでるでしょ。でもあれがメインストリート、そうそう、それがニコ生のいつまでも行ってる、うん、ニコ生のいつも行っている良くないところだね、うん、なんか変なニコ生に固執したプライドみたいなのあって、もうね、ニコ生がオワコン化してるのに。俺はね、ニコ生出身者だし、ね、他のサイトの話もするけど、ニコ生の話なんか誰もしないでしょ。ニコ生ユーザーだけでしょ。ニコ生の配信者の話題にもならないもんね。出てこないもん、誰も。うん、マジで。町会議も冷めた。まあ、町会議はまあ配信者同士の成り合いする場じゃない。うん、俺はそう思ってるけどね。配信者に会える場、配信者同士が交流をする場だと思ってるけど。それ以外に楽しみは俺にはないな。動画とか見ないから、うん、全然オワコンではない。オワコンでしょ。だってニコ生ユーザーが俺の放送に来てるぐらいだから。ニコニコだ、ニコニコの既存のリスナー、ね、ニコニコニコは既存のリスナーがいて、ニコ生で遊んでたのも変わらず、結局キャスまで来ちゃうぐらいでしょ。もうそれが答えだよ、答え、うん、キャスはぬるいとか散々言っといて、で結局ニコ生でつまんないからこっち来るんだから、もうそれが結果よ、うん、じゃなければ横山みどりの名前なんてここで話したところでわからない人ばっかだよ、まずね。そんなもんなんですよ。だからほんとだ、11月28日から生放送による NG 機能のリニューアルを行う、放送者が匿名コメントしたユーザーを NG に登録した場合、今までは1週間で NG の効果がなくなってましたが、今後は効果がずっと続くようです。これか。大したことねえじゃん、別に。うん、今までは ID が変わらないっていうことでしょ。1週間前までは1週間で交代してたけど、今度は、そこの放送での、匿名 ID が変わらないってことでしょ、みんな。だからずっと継続的に NG ができるってことでしょ。うん、ね。そうそうそう。うん、嘘つかない方がいいよ。お前らニコ生ユーザーってわかるから。すぐブロックする配信者のコメラはかぞってる。別にいいじゃん、かぞっても、うん、面白い放送なら面白い人間だけが集まればいいし、変な誹謗中傷するコメントなんていらないんだよ。それにこだわってるニコ生の書って古いんだよ。ニコ生だけだよ、そんなのこだわってんの。他のところはこだわんないよ、そんなのは。自分らは面白いだろうってすごくね、リスナーが思うのがそれだよね。俺らが面白いんだと思ってる人間たち、ニコ生だけじゃない、リスナーが、うん、ふわっちとか TikTok キャスで俺ら面白いんだなんて言ってるやついないもん。ニコ生だけ聞いたことないね、他サイトで、うん、そうそう、なんか暇な時にこうやって遊んでやってる、だからそうだろ、ニコ生の人だろ。だからニコ生がつまんないからニコ生で遊ぶ場所がない。まあそれは事実だからな。だからさ、ニコ生で配信できるようになってからいいよ。やった。配信はできますよ。別にアカウント作れば。
だから3つぐらいアカウント持っておりゃいいな。もう緑のところ行くとき。10分は持つかもしれないから。今日やった限り、もっと早くバンになるかもしれないけど。アカウント書いてまた、バン。はい。で、アカウント書いてバンって。それと、でもな、長時間回さなくちゃいけないから、結構海で待ってる間。そう考えるとね、まあでも顔出さなきゃどこにかなるか。ね。顔出せば。あの、今すぐ金馬のところ行くって言ってたよ。戻るの早すぎ。逆に聞くけど、俺は別に聞いてないよ、あなたに。日本だったし、お前のアンチが増えてるんだしか、どうでもいいよ、そんなの。どうでもいい。そんなアンチが増えるとか、アンチが増えねえとか、アンチの話なんかしてないから。話がずれてると思う。嫌われる、嫌われねえって話をしてね。ニコ生がつまんねえから、ここしか来る場所ないんでしょって言ってるだけ、俺は。ニコ生の人たちは。簡単。そこはないよな。やっぱり。認めないんだな。別にいいじゃん。ニコ生がつまんねえからこっち来てるって。それでいいじゃん。その、ね、今はニコ生で見る放送がねえからこっち来てますよって。事実なんだからさ、しゃあないよ。もう今一個のサイトだけで別に遊ばなくたっていいだろう。だって、別にさ。だろ？そこになんか意地張んなくてもいいじゃん。なんかニコ生面白くねえんだなっていうこと言ってるだけよ、俺は。ただ、今現状のニコ生が。まあ多分刺激が足りないのかな？かまってくれないんだろうな、きっとね。金網からね、金網ね、なんか総合格闘技の試合で金網にパッて勝利して登って、そこからもうバス最後落ちちゃって、思いっきりケツと背中から落ちて、すっきり痛そう。試合より痛そうだったのよ。勝ったじゃない。どうなんだろうね、ニコニコさ、今後その NG 実装がされることによってみんなブルっちゃうのかね、ブルっちゃってコメントしづらくなっちゃうのかな、それとも別に NG 関係なく NG ぶち込まれちゃって、匿名で NG ぶち込まれちゃったら別のアカウント作ってってやるのかね、どうなんだろう、そこはちょっと楽しみだね。それでコメントが過疎化するのかね、 NG 入れちゃうと、まあそれは配信者のまだね力もあるけど、どうなんだろう、そういう点、匿名だから。
びっくりマークされちゃう。でも匿名 NG 入るってもう匿名だろうが名前あれだろうが関係なくなっちゃうね。そうするとならば匿名の永久 NG があるならば、うん、全くもって関係ないじゃんそれ。匿名なのと名前があるなのと恥ずかしいコメントをその名前 ID でコメントしてるかしてないかが分かるか分かんないかっていうだけでしょう。ならば別に匿名なくてもいいんじゃない。そんなもの。ニコ生のコメ欄の雰囲気はもう正直もう古い。ニコ生だからいいんじゃないの。それがわからないけど、それを分かってて配信者も分かってて、ニコ生はそういうところだって分かってて配信やってるわけだから、だからそれはニコ生の雰囲気なんじゃない。それを他のサイトでやるからおかしなことになるんじゃない。ただ3人。空気が読めない。やっぱサイトによって色ってあるから、あれはこうやって画面上からコメント流れる中でこうやってあるから、ああいうのだから雰囲気で楽しめる。それを配信者も分かってるから、ニコ生ってそういうところだって分かっててやってるわけだから、他のサイトはそれが違うからね。それは思うよ。嫌われたくない、わからんけど、嫌われたくないか嫌われたくないか知らんけど、TikTok の見てる人がわかる機能はいらない、入ったって入室って、まあでもあれはあるんじゃないか今のところずっと、他の配信サイトもそういうところあるしな、ポコチャとかそうだし、見ろに匿名されるしね。いつからこんなように嫌われるんだった？違うよ。一部ね、こうやって荒らすような人間たちがいるだけなんで、わざとやってる人間が。そういう人間たちが。多くいるようで、そんな多くないんだよ。実際に。文章を見ればわかるじゃん。同じようなコメント書いてる人間っているじゃん。文章の端の部分見てみればわかるけど。そうだよね、大体。多いように見えてるだけで。こんなもんよ。アンケとか意味ないんだよ。アンケなんか今時信じてるうちにアホなんて、あんなネタだろ全部。TikTok 最後やったのはだいぶ前だよな。6日前ぐらい。もっと前か。今月でもやった。今月11月やったと思うぞ、1回だけ。まあ、アンチの人数なんてどうでもいいよ。一部でやってもそんなの書き込んでるな。お前は面白い時と、やっぱ乗ってない時に放送を開く必要がないんだろうね。だからそこなんだろうな。別に自分がさ、ただ配信やろうっていう気楽な気持ちやってるけど、多分放送を見に来てる人たちはもう放送を楽しみたいから、多分そこなんだろうね。俺はただザラザラ配信したいだけなんだよ。リスナーの意気込みと俺の意気込みが違うんだろうな。俺は意気込みがない中やってるから。もっと気楽な気持ちでやってるわけよ。みんなと喋るために放送を開いてるだけだから。それが多分、見てる側は、配信というライブショーを見に来てるんだけどね。見に来てるんだよ。だからその気持ちが違うんだと思う。そうそう。リスナーは整理して見てる？正座してみなくていいけどさ、肩いけ。キャベツはだら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 配信で飲みます。ありがとうございます。やべ、やらせてくれよ。TikTok だらだらできないので、申し訳ないね。TikTok だらだらやるのはちょっと申し訳ないので、なんでちょっとやってない。寝たよ。結構長時間今回は寝た。結構寝れたな。ただ今眠いよ少しね。あくび出るぐらいだから。まあ飯食ったから止まるんだろうけど。
あ、仕事終わった。帰る。お疲れ様です。みなみとこめさん。仕事、そうか、4時半。ちょっとなんか早く感じるけど、お疲れさんね。キャストなんで収益規制あるんだろう、わからない。そこわかんないよね。同じユーザーなのに収益規制があるのとないのって。そこ、意味わからないよね。他のサイトじゃないのに、そんなの。なんとなく始めた配信でここまで知名度が上がると思いましたか？何も考えてなかった、別に。全然何も考えてなかったよ。知名度とか人気が出るとか、そんなのは何も考えてないし、ただコミュニティ1000人、それだけ。俺ならコミュニティ1000人は行くだろうと思ってて、ニコの前、やらしめの頃はね。それで始めたものだけだから、別に人がいっぱい来るだろうとかじゃなくて、コミュニティ1000人ってものしか目指してなかったので。それだけだね。別に何か特別か、今みたいに、今の配信者たちみたいに、そんな、なんか目的があってとかではないので、もっと気楽な気持ちですね。見える特命いらっしゃい。